続いてトゥパンプさんからですね。日本で生活をしているありがたさを海外に出ると実感します。そうだよね、絶対そうだよね。基本的に海外で水道水をそのまま飲むのはお勧めできません。私が赴任をしていたある国では、現地にいるまたはいたことがある日本人は歯茎の病気になっていることが多かったです。うーん、あー、歯磨きをする時の水道水が汚染されているため歯茎の病気になってしまう。なるほど、あー、それもあるんだ。45歳で歯が全部抜けてしまい、そういればの人までいました。あれ、私は輸入品のミネラルウォーターで歯磨きをしていたので歯茎の病気にはなりませんでした、もちろんこれは特殊な国でのことですけど、その国の人たちに日本では飲める水がトイレに流れていると話したら全く信じてもらえませんでした。安心して水道水を飲むことができる日本での生活に感謝しかありません。そうなんだ、ありがたいことなんだよね。そうだよ ね、歯茎、あ、長い間にやっぱりね使ってるとそういうのも出てくるんか。そうだよね、煮沸すれば大丈夫なんかな、どうなんだろうな。でもやっぱついつい日本はさ、こう癖でさ、ね、飲むのはさきちんと分かってるかもしれないけど、なんか口入れちゃう時があるかもしれないじゃないですか。まあ普通にね、もう慣れでそのまんま、おっとってね。ね、でもさ、ほらさっきコセンちゃんがさ、なんかあんまりこういうこと言ったけど、だから東京のさお水はさ、なんて言ってたでしょ、でもこう群馬はさある程度美味しいじゃないですか、すごく水道水とかも、だから同じ日本でもやっぱ群馬ってありがたいよね。ありがたいね、特に前橋市は水と緑と歌の町だもんね。そうだね、すごい、でも水が入ってるもんね。 それちゃんとメロディーがあるんだ、そのさ、そう、あんちゃん歌持ってるから。あ、そっか、赤ギター持ってる、前橋の、ね、水と緑と歌の町。そうそうそう、ね、やっぱ水は大切だよな、なんか今日で改めてねやっぱ感じましたね。はい。